はい、こんにちは、ショートです。クッドモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。で、ね、まあ、毎日、なんかこう、対戦をして、動画を投稿するみたいなね、ことを、なんかこう、コツコツ続けてると、なんか、そのプロセスが楽しくなってきましたね。ポケモン対戦ってめちゃくちゃストレス溜まることも多いっていうか、そっちの方が多いかもしんないんだけど、まあ、なんか、こう、ぼちぼちやるみたいな、楽しく、まあ、ぼちぼちやってて、あ、楽しいな、みたいなね。なんか人間の心を取り戻してきましたね。これどうしよっかな。サンダー、これ HS の方がやっぱ良かったかな。CS なんだけど、身軽あるとね、ラグラージに楽なんだよね。ただ、ボルチェンでサイクルできて、で、まあ、レヒレいるからだいぶ相手動きにくいんじゃないかな。ランドロスとかにもレヒレ強いから、レヒレ投げて、ゴリランダに対する引き先用意しとけばそれでいいかな。ただ、ゴリランダに引けるかって言われると、ハチマキグラスラとかは割とめんどくさくて、まあ、引き先にサンダー用意したいから、サンダーレヒレのサイクルを、あれにするか。レヒレ結構通りいいと思うんだよな。なんだかんだで技の通りいいから、で、サンダーレヒレできついのに対して強く出れるのは、カバルドンなのかな。カバルドンなんかな。カバルドンだね。うん、これでいきます。なんか、まあ、受け回しって、なんて言うんだろう、その、取る行動が全部安定行動で基本的には勝とうとするから、まあ、その、対戦自体は結構僕は安定すると思ってて、まあ、実際ね、安定する場面もちゃんとあるんち、なんかこう、試合全体を通して安定するんだけど、なんかね、やっぱ、安定しない部分もどうしてもあって、その、どういうのかっていうと、ちょ、ここどうしよっかな、暴風で突っ込みてえな、ラグラージから別に打点ないし、身代わりとか考えるとなんなり一回引きたいと思うんだけど、暴風で突っ込んじゃおっか。ただ、そうね、まあ、ダイマックスがその、交代がした時にダイマックスがね、そう、なんて言うんだろう。その、弱いっていうのかな。ラム見せていいかな。ちょっと、こう、技だけ考えますね、先に。暴風外したのまあまあ痛くて、そうだったら初手ダイマ切るべきなんだけど、相手のラグにダイマ切っていいことあるかって言われるとあんま良くない気するんだよな。まあ、一回ステロ巻かれちゃうけど、素直に引くか。裏にレヒレいるからあくびから入ってくると思ってなかったんだよね。ステロ巻いて最低限の仕事しかしてこないかなと思ってたけど、いや、そもそも出てくるとあんま思ってなかったんだけど、ラグから来るんだね。で、そうそう、なんかね、結局やっぱ多少殴る方が安定するんじゃないかっていうね。だからその不利を取った時にダイマックスでどうにかしようとか、なんかびっくり技でなんとかしようみたいのはあんまね、好きじゃないっていうか苦手だから、やっぱりそのサイクルはしたいんだけど、だそういう意味だと、このカバサンダーナットウツロみたいのって、まあ、結構回復技持ってるポケモンが多かったり、その、実質的に高種族地なポケモンが多いから、なんか安定感はめちゃくちゃあって好きなんだよね。ここ、どうしようかな。相手からすると引きたい場面だと思うんだけど、裏にスカーフトリック刺すか。まあ、何出てきてもいいっちゃいいかな。ラグイ座ってくんだったら、いや、絶対ないと思うけど、通る。まあ、クイックターンで引きたいとかって感じだったのかな。これだったらラグラージ怖いポケモンじゃなくなるから。あ、オッケーオッケー。ボンノミパクって自信なんだ。これはまあでもボンノミで後にこっち回復できるから、これは割といいかな。どっちのが通り？ムーンフォースの方がダメージ入るか。瞑想して、いやー、ムーンフォー3回打てんだったらムーンフォー3回打っちゃえばいいか。あ、てか、自信なんて取り、こだわらせてんだったらサンダー引きでよかったか、普通に。なんか、バカしたかもしんない。レヒレ、ちょ、レヒレ、使い慣れてないの出てるね。でも、こういう、殴るポケモンの、経験値を積まなきゃいけないんだけど。まあ、引いてくると思ったんだけどな。それで突っ込んでるんだけど、まあ、サンダー引きでいいか、それだったら。ステロダメージが、まあ、痛いっちゃ痛いけど、跳ね押すか、ボルチェンするかだけど。ランドロスいんのかな？電気の一回相手結構切ってるのが困るけど。まあ、ボルチェンでいいかな。ラグ引くしかないと思うから、引いてないんだ。釣り読み？メ
ガネ読みなのかな。まあでもボルチェンでいいね。ランドロス引きでも別に構わないけど、カタクナだな。ラグラージ捨てるって感じかな。それだと羽押しちゃうと裏目になっちゃうから、さすがに押せないかな。こんだけ相手自信をしてくる雰囲気を出してると、ここで引いてくんだったらうざすぎるけど、オッケー。さすがに2回目だから当てるよね。いい感じに削れて、混乱はまあ別にどっちでもいいかな。このラグラージ別にもうやることないから、そんなに変わんないと思うんだけど。自信。まあ暴風で倒しちゃうか。引いてきても裏に暴風通るんだったら、まあそれはそれで悪くないのと、サンダー居座ってるから、まあ相手裏に対してダイマックス切るかどうかみたいな話もある。からまあラグが取れて、サンダーがガチでなんか特殊版、8世代版特殊版メガボーマンダ感がね、すごいあるけど。ステロ2回目もらっちゃうけど、テッカグヤだったら多分いける。レヒレとサンダー2体で削り切れる。マンダは打ち合ってて、かカバでいける。ランドロスもまあカバでだいぶなんとかなってる。まあ、ラグラージ起点作りが多分やることないから、その方で確定でランドロスが殴ってくれたと思ってたんだけど、ルガルガンもいるんだね。どうしよっかな。ゴリランダ考えるとサンダー一目残さなきゃいけないんだけど、ステロがもう一回入って。まあでもダイマ切ってダイジェット打つから、まあいいか。ラムの意味あんまなかったかな。カバルドン、ここは引きで安定で、いやカバルドン使うのがめちゃくちゃ苦手だからね。ただ他にいい地面タイプいないから、やっぱカバルドンになるんかなって感じはしてるけど。アクセルロック、弾、はい、アタッカーか。ならまあ首安定かな。ヒーターオッケー。マンダー、これはカバルドンで詰めて勝ちかな、おそらく。あくびが入って、特殊大ドラグーンとかでも一回は耐える気するけどな。怠けていいかな。ダイマックス、ラムとかカゴの実持ってる雰囲気もあるから、無理やり突っ込んでくるならここだと思うんだけど。で、もう一回引いてくるんだったら、まあ落ち着いて自信打ってもいいし。あー、はいはいはい。そういう感じね。これだって、まあラムか。突っ込んでくる雰囲気を見せてるから、これこっからダイマ切っても間に合うよね。寝る、カゴの実持ってる。あ、ラムなんだ。眠るではなさそうな感じがする。で、自家城だからここ突っ込むか。相手もここダイマでしょ。いや、こうなるとカバルドン悪鬼の方がいいな。複数サイクルを考えると1回しか使えない悪鬼よりお盆の実のが好きなんだけど、だからこれ、いやー、もう一回ルガルガ戻してくるかなと思って先にダイマ切ると裏目になる感じがしたから洗ったんだけど、まあ動き的に、まあまあでもいいのか。ヒットポイントマックスにしてからダイマできてるから、まあ事実上さっき削れた分のその2倍回復してるのもんだし、ルガルガンじゃさすがにカバルドンに勝てないだろうから。まあ、だレヒレのあの HP にステロも入るから、カバルドンであと2体倒すしかないね、これだと。いけるよね。ダイマックスアメも食わせ忘れてないから。あい、何押してくんのかな。あの、ジェット1回そうで打ちたいよね。オッケーオッケーオッケー。勝てえな、カバルドン。これ、なんならさ、あれだよね。怠ける連打でもなんとかなったのか。まあ、追加で竜舞されること考えると、ダイマ切って通る技で殴っちゃう方がいいんだけど。つえな。このポケモンつえな、やっぱ。いいわ。なんかダメージ計算すると全然受かってない計算になるから、なんか使い物になんないんじゃないかって思ってたんだけど、なんか試合になるとね、なんかなんとかなるんだよね。わかんないけど。理由はわかんないけど、なんかなんとかなってるんだよね。これで、まあ今カバルドンが氷の牙持ってんの割と一般的にはなってきたし。あー、はいはいはい。
あられダメ。もう一回食らう。で、ステロも入る。まあ、それでもあれか。ここ、ウォール切って、レヒレヒいて、氷ダメで倒す方がいいかな。相手ドラグンしかないから、ここレヒレヒでもよかったかな。カバルドンのヒットもいいとこと考えると。一回もあられダメージ多く入っちゃうから、なんとも言えなかった。で、こっから眠ってくる分には、2ターンあるから、キバキバとかでいけるっしょ。まあ、レヒレに引けば、ムーンフォでちゃんと倒せるから、ここレヒレ捨てていいよね。で、木の実まだ持ってるし、ルガルガの HP、自信一発でいけるはずだから、引いていいと思うんだけど。ここでなんかカバルドン削られて、ルガルガン通されるより、カバルドンをしっかりなんか大事にいった方がいいよねって思ってるんだけど、合ってるよね。安定感あるなぁ。ゲギリン。オッケー、これでマンダ倒せて。で、ルガルガンに地震打って、あられダメも1回か2回ぐらい入るだろうから、それでいけるかな。1回かな入んの、おそらく。ルガルガン。何ターン？あ、終わりか。まあ、いいかな。カバルドン残ってるから、ルガルゴンいけるでしょ。いやー、みんなが結構ラム持ってる枠を1体は用意してたりするとはいえ、強いね、カバルドンが。じゃあもう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。ちょ、途中ね、なんかね、しょうもない勝ち方をしたり、ウツロイドをメテオビーム外して負けたり、まあまあ、いろいろあったんだけど、試合の内容があんま良くない。なんか別に面白くなかったから、カットしてます。で、これはカバルドン絶対持ってきたい。ウツロイドも欲しい。カバウツロ選出だと、ゴリランダーがゲロだから、エスバかナットレイは欲しい。サンダーでもいい？サンダーに対してウツロイド投げられて。相手のウツロイドとドヒドイドのサイクルはウツロイドで崩せるから、あんまりそこは怖くなくて。ただ、受けサイクルすんだったらサンダー考えて電気の一貫は切っときたいと思うからランドロスも投げてくるんかな。ゴリランダーなんだかんだ言ってなんか結構刺さってて、採用率も高くなってきてるよね。カバウツロ。いやー、バカ力とか考えると、不安定さを極めるな。そうなるとやっぱりサンダーか、こっちも。サンダーから入ろっか。サンダー、カバルドン、ウツロイド。ただサンダー CS だから、あれはね、ゴリランダーに受け出しが効いてるとは言えないから。相手のウツロイドを潰してサンダーを通すサイクルをしたいけど、何かを通そうとする考え方が、なんか受けが安定しないと、しないなと思った時に何かを通す考え方が安定するんじゃないかって思ったりするんだけど、それは隣の芝が青く見えているだけで、通そうと思った時に、通す駒に対して相手がダイマックスを切ってくるのが来ないかで、話が変わってくるから、実は、安定とはかけ離れてるっていう話があって、例えばここだったら、まあ、ゴリランダが不利な対面だから、こっちは裏読んでボルチェンとかから入りたいんだけど、相手からするとダイマックスを切れるから、難しいよねっていう話で、かといって、いや、暴風の不安定さがここに来て、暴風に仮に受け出すとして誰なんだ？ウツロイド受け出された時に、こっち裏に、あれだね。ナットレがいないからウツロイドはちょっと困っちゃうから、そっちをケアした方がいいか。ボルチェンから入ろう。引いてる。サンダーがここに出てくるなら、ここはウツロイド行っていいよね。これはウッツロイド通るんじゃないかな。サンダーのボルトチェンジがね、マジで使われててきつかったけど、使うとやっぱ強かったね。なんか大体のやられてきつい行動って自分がやっても別になんか強くなくて、なんでだみたいな、なるのが多いんだけど、サンダーのボルチェンだけはやられてきつかったもやっぱ強いわ。残飯のやつ。ただ相手、ウッツロイドに受け出しが基本的には効くとは思えなくて、ここ投げてくるとしたら、ウツロイド投げるんかな？
読んでショック打ちたいけど。ダイマ使わせればこっちのダイマが通るか。ショック押そう。メテオビーム押していい場面だと思うんだけど。ゴリランダ引きは多分強引すぎて無理なんじゃないかな。あ、ここゴリランダなんだ。ってことはウツロイドいないから、そんなに苦しくはないかな。このゴリランダーの型がわかんないけど、まあ、いやー、ここダイマ切ってゴリランダ倒せるんだったらそれで突っ込みたいけど、残念なことにダイヤシットは弱いからね、ダイマックスすると。ただいや、グラスラしかないでしょ、ヘドバック考えると。ここでゴリランダ投げてるんだったら、そうだよね。2発は耐える顔をしていて、まあここでダイマックス切るのはいいんかな。ゴリランダ突っ放なら素直に裏のウツロイドが通る。サンダー引きだったら、ダイジェット大サンダーでサンダーを取れるから、それでいけるかな。まあ耐久振ってそうなサンダーではあるけど、さすがに CS ぶりのサンダーのダイジェット打つ前提だったら控えめのが強いんか。殴る方なんだったら控えめでもいいかもね。羽休めと身代わりまで入ってたりすると上から結構したい場面があるから臆病かなって思ってたけど、殴るサンダーなら控えめで火力あった方が頼もしいか。あ、でもこれは大サンダーで次落ちる。相手がダイマックス切ってくる分には困らないから、ダイマックスで盤面を覆せない以上はこっちの方が有利に動けそうだけど、大サンダーでいいね。ウツロイドいないんだったらでもこうやってサンダー通るから、オッケオッケオッケ、サンダーしょれて、まあ本当はダイマックス切るんだったら1ターンで目の前倒したいよねって思うんだけど、そうすると2ターンダイマックス残って相手の裏と対面できるから。ただサンダーはジェットで餌上げて上から羽とか身代わりとかできるようになるから、その限りではない気がするけど。エスバなんだ。まあこうやったらカバルドンでここいなしって勝ちかな。サンダーをできれば残したいから、相手ここダイマ切る以外ありえないよね。ウォールから入って、うん。で、ウツロイド捨てながらカバルドンを展開する方がいいかな。いや、ウツロイド捨てたくない。いやー、いらないっちゃいらないな、もう。どっちにも役割が持ってないから。下級。ここ殴り合った方が良かった、もしかして。ダイアタックとかがめんどくさいなと思って。いや、でもそれでも S 抜いているからジェットでいいっちゃいいんか。だからサンダー削れるとゴリランダーで困っちゃうから、やっぱりカバルドン引きだね。下げて、この打ち合い勝てるよね。待って。あ、下級は大丈夫。どんぐらい入るかだけど、弾。はい。だからこれナックル打たれること考えるとやっぱアッキのがいいんかな。で、相手ダイマックスあと1ターンでしょ？まあ、怠けて、カバルドン残さなきゃダメだから、ゴリランダに引いてきたタイミングで移ろ切ればいいか。それでいいよね。殴る方が詰め方として安定するん、詰め方っていうかその対戦内容として、安定するんかな。ただでもやっぱエースファンをじゃあカバルドンに引けば大丈夫とかっていうのが安定するから、まあ、サイクルだけじゃダメなのは分かってるけど、これはギリギリなんとかなってるから、ナックルの方がきつかったけど、まあ次でゴリランダ引いてくるんかな。
ただこっちは移り度切る余裕があるから、で S 場そのまま残しちゃうと負けるから、まあやっぱ怠ける押すしかないよね。相手ここゴリランダー引きで、ここゴリランダー引き以外しかないと思ったけど、普通に突っ込んでくるんだ。それは悪くないかもしんないわ。怠けて、エレキフィールド切れたから、エレキフィールドある最中にゴリランダー投げてくるかなと思ったんだけど、それ相手優しいかもしんないね。じゃあ自信でエースバン倒せばよかったんかな。それでよかったんかな。でもこれあくびだよね、こっから。オッケー。ラムが困るけど、いや、あのグラスラの威力的にでもハチマキだよね、ゴリランダー、さすがに。そうだと思うけど、開くんで、いや、これはでも、うつる度残したのが生きるでしょ。うつる度詰めれるよね。いや、地震のダメージ減ってんのちょっと悲しいけど。まあ、S は出てきたら地震押すか。ゴリランダス、あー、オッケーオッケー。ここをちゃんと、まあ、等倍しか通んないけど、言っても変わるの A 高いから、素で。自信まあまあ入るよ。あ、オッケーオッケーオッケー。くそ、グラスフィールドうぜえな。グラスフィールドうぜえな。で、まあ、ここもっかあくびでいいね。で、弾だって分かってるから、ウツロイドで1体食えれば。あー、はい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 。それは割とどうぞな感じだね。あくびは不発。エースバンが素直に倒せるのであれば、ここは牙で倒していいはず。ちょ、マヒンのやめろよ、ガチで。ダメージはしょぼいわ。弾。牙で処理。使い勝手いいな、牙。氷の技の通りいいから。ワンベポンはさすがにちょっと心もとなすぎるな、かといって。だからやっぱ、2ウェポンで補助技2個だけど、まあそうすると吠えるより、あくびなわけるなんじゃないかな。あ、オッケー。これで、ゴリランダが打ってくる技次第だとは、持っていけるから。で、先制でもなくなるね。フィールドが切れれば。あ、考える要素いっぱいあるけど、その分、通せる要素がいっぱいあるって感じか。降参でしょ？オッケー。いや、この構築使ってちゃんと毎ターン全て成果を選び続けるやつ、ガチ強えだろうな。いいね。サブロム、このまま僕救出するからね。最終日までに、2ロムで挑戦します。どこかのタイミングで1ロム死んだら、二度と蘇らない場合があるんで、その場合は1ロムです。じゃあ、GG。